ロベルト・カンマレーレは、イタリアのボクシング選手である。ミラノ出身。サウスポー。身長190センチメートル、体重103キログラム。2007年にシカゴで行われた世界ボクシング選手権のスーパーヘビー級に出場し、優勝を果たすと2009年にミラノで行われた世界ボクシング選手権のスーパーヘビー級に出場し、 優勝を果たし世界ボクシング選手権連覇を成し遂げ、2008年の北京オリンピックでもスーパーヘビー級で金メダルを獲得した。両親はバジリカータ州の人で、父のアンジェロ・カンマレーレはリオネーロ・インブルトレ母のジョバンナ・カラフェはフィリアーノの出身であり、彼が生まれる毎日ニゼロ・バルサモに移住してきた。職業は警官である。2004年2月に クロアチアのプーラで行われたヨーロッパアマチュアボクシング選手権でのスーパーヘビー級に出場し、決勝でロシアのアレクサンデル・ポベット・キンに敗れ金メダルを獲得した。2004年8月のアテネオリンピックのスーパーヘビー級に出場し、準決勝でまたもロシアのアレクサンデル・ポベット・キンに敗れて銅メダルを獲得した。2005年11月に メイン用紙で行われた世界ボクシング選手権のスーパーヘビー級に出場し、準決勝でロシアのローマン・ロマンチュクに敗れて銅メダルを獲得した。なお、ロマンチュクは決勝でキューバのオドラニエル・ソリスに敗れ銀メダルを獲得した。ありがとうございます。